皆さん、こんにちは、ナイストです。元気ですか？皆さん、この間はね、私の友達がカザフスタンに行って、で、そこからお土産を持ってきましたね。で、そのお土産の中で結構たくさんもらったんですけど、ちょっと嬉しい、はい、で、そのお土産の中でこういうものをもらいました。これ、皆さん、わかりますか？これ馬肉ですよ。そう、カザフスタンでは結構、まあ、普通に馬肉食べますね。実はロシアでも普通に食べます。あの、南の方ですね。南の方の意外なところではあまり食べないんですけど、でももしコーカサスに行ったら、そこで普通になんか馬肉のソーセージとかもありますね。で、私はコーカサスに行ったことあります。で、そこで馬肉のソーセージを食べたことあります。でも、これと全然なんか違う形もしてるし、あとソーセージの中に結構油とかね入ってたんですけど、ここは全然油入ってないんですよ。で、もう一つのポイントは、これは燻製された馬肉ですね。スモーキー馬肉って感じですね。はい、だから食べてみたいと思います。あと、それ以外にもいくつかのものをもらったんですけど、これもね、まあ、せっかくだから紹介したいと思います。これね、これ何だと思いますか？まあ、じゃあ開けてみましょう。どれだけ、あー、お、え、めちゃくちゃいい匂いする。ちなみにね、日本に行く前に、日本でも馬肉食べれると知らなかったんですね。だから日本に行ったら、そして、馬刺しがあるって知っててびっくりしました。はい、ちょっとね、びっくりした点がありました。で、匂いはめちゃくちゃ美味しい匂いです。燻製したソーセージの匂いですね。そう、なんかロシアでは、あ、そうだね、日本でもなんかこういうソーセージありますね。食べてみようか。これ結構硬いんですね。どうやって食べればいいか。あ、フォーク持ってきます。はい、持ってきました。ちなみに皆さんは馬肉食べたことありますか？まあ、馬刺し食べたことあると思いますけど、燻製した馬肉食べたことありますか？なんかすごくビールに合いそうですね。ビール持ってないんですけど、でもまたね、友達からもらったお土産の中でお茶がありました。ウロン茶なんですけど、蜂蜜の香りがするウロン茶です。はい、でも早速入れました。本当に蜂蜜の匂いがする。うん、美味しい。なんか蜂蜜本当に感じますね。でも本当に蜂蜜が入ってるか、あるいは香料が入ってるかわからないんですね。ちゃんと書いてないんです。蜂蜜の香りがするウロン茶だとしか書いてないんですね。うん、で、まあ、じゃあお茶もあるし、ビールの方がいいんですけど、ビールがないからお茶で我慢します。そして、まあ、どういうところ、なんか結構、あー、こうできた。すごい油っぽいんですね。うん、硬いと思ったけど意外に柔らかい。そして味はね、めちゃくちゃうまいんですよ。やみつきになる味です。そう、これもう食べ始めたらもうやばい、止まらないと思います。うん、皆さんとても美味しいんですよ。思ったより美味しいです。こういうね、燻製したソーセージとかは、肉とかは、まあ、たまに硬い時があるんですけど、これはめちゃくちゃ柔らかくて味も濃くて、何に似てるかに、まあ、しいて言えばもう燻製したソーセージに似てる。まあ、じゃあ馬肉はね、こんな感じです。ちょっとビール買いに行こうかな、これから。ビールと一緒に相性がめちゃくちゃいいと思います。じゃあ肉も食べたから、これからデザートの時間ですね。デザート食べましょう。デザートはね、こういうもの。これ何だと思います？何に見えますか？まあ、これ見るとね、分かりづらいんですよね。正解言いましょうか。皆さんはなんか思い当たりとかもしあったらコメントで書いてくださいね。まあ、もしかしたらもう分かったかもしれないんです。私はこれもらった時に全然分からなかった。これはね、メロンですよ。ドライメロン、簡単に言うと。で、こういうね、形をしているメロンを初めて見ました。はい、基本的にはこういう形で売ってるんですけど、ここで、あの、ベラルーシでも。でもこれね、可愛いんですね。うん、お土産にバッチリです。黄色かな。あ、意外に切りやすい。うん、匂いはドライフルーツの匂い、メロンの匂い全然しないですね。ちなみに私一回もドライメロン食べたことないんですよ。一応ベラルーシでもロシアでも売ってるんですけど、
なかなかね、ドライフルーツあまり食べないタイプですね。たまに食べますけどね、あのドライアプリコットとドライプルーンかな、そう、そのくらいかな。メロン初めて食べます。皆さん食べたことありますか？日本でも売ってるのかな。うん、じゃあ食べてみますね。うん、これは面白い。あれ、とりあえず柔らかい、すごく食べやすいんですね。はい、あと味はね、一番大事なところ、味はメロンの味がする、本当に。でも日本で売ってるメロンというより、ここでロシア語圏で売っているこういうやつね、メロンの味がします。まあそんなにね、あの日本の緑のメロンと、まあ、そんなに違いがないんですけど、ちょっとだけ違うかな。まあこれを食べた瞬間にこのメロンを思い出しました。これだ、メロンの味めちゃくちゃします。香りは全然なんか違うけど、メロンじゃないって感じ。でも食べたらメロンだって分かります。めちゃくちゃいいんですよ。最高、嬉しいこのね、美味しいお土産もらって。はい、じゃああとこれね、これ残ったんですけど、これは皆さん面白いんですよ。私自分でもこれは何がよくわからないんです。あ、飴？なんか友達はこれ砂糖と言ったんですけど、なんか天然の砂糖、なんか普通の白い砂糖よりいい砂糖と言ったんですけど、でもなんかこういうやつもあって、チュッパチュッスかな。あ、まあでもこうやってね出すと、崩れるんですよね。もしかして砂糖じゃなくてやっぱり飴？でも何にも書いてないんですね。何の表記もなくて、大丈夫かな。じゃあこうやって食べてみますね。今のところはあまり味がしないです。今食べ終わったんですけど、特にね何も感じなかったです。多分これはやっぱり飴だと思います。でもそんなになんか味もね特になくて、あとは甘さとかもあまり感じないんですね。あ、もしかしてやっぱりこれなんか体にいい砂糖、甘さがない砂糖なのかな。なんか面白いものです。全然なんかよくわからないもの。あ、今後味ちょっと感じました。蜂蜜の味がする。そう、多分蜂蜜の飴じゃないかな。なんかこのお茶の香りと同じような、ちょっとだけなんか薄い味感じました。うん、もう一回食べます。うん、やっぱりこれ蜂蜜の味がする飴です。蜂蜜飴でも味がめちゃくちゃ薄くて、甘さも特に感じなくて、まあ、体にいい飴ってことねなるほど、面白い、初めて見ました。これ面白いんですよ。実はもう一つのものがあります。ここに置き忘れちゃった。チーズです。カザフスタンの伝統的なチーズですよ。クルというものなんですけど、これから出します。はい、これです。これね、多分美味しいと思います。私クルって食べたっけ？食べたことないと思います。でも聞いたことあります。結構有名んですよ。はい、多分ロシア語圏では多くの人知ってると思います、クルって。はい、開けました。で、塩も入ってるんですね。塩と牛乳と、あとこれです。名前忘れた。うん、はい、じゃあ食べてみますね。うん、食感は普通のチーズと全然違います。全然違う。ちょっと苦いんですね。あとこっちに入れるともうすぐなんか形が崩れて、なんか溶ける感じがします。あと歯にすごくくっついちゃいますね。気をつけないといけないですで、味はちょっとしょっぱくてちょっと苦くて、普通のチーズと全然違うんですよ。普通のチーズよりちょっと味が薄いかな。まあなんか完全に違うから説明難しいんですね。それはね、皆さん食べてみないとわからないんですね。ちょっと今日の食レポートはダメですねでもね、なんか面白い味がします。まあこんな感じね。皆さんどうでしたか、カザフスタンのお土産。ちなみにあの前もカザフスタンのお土産をもらったことあります。めちゃくちゃ面白いもの、ちょっと違うものですね。もし興味があればこの動画で見てくださいね。あれはね、私にとってもめちゃくちゃ興味深かったんです。はい、よかったらぜひじゃあ皆さん今日はここまでですね。はい、
これからゆっくり食べますね。ちょっとビールを買いに行きますじゃあまた会いましょう。パカパカ、いい一日になりますように。